GPS だ。こんばんは、こんばんは、お疲れ様です。どうも、どうも。びっくりしちゃった、 GPS だよ。サラッキーさん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。かわいいやつがいろいろありそう。アバターもらえた、おお、ありがとうございます。おめでとうございます、ありがとうございます。たっちゃんハート100個ありがとうございます。おお、すごい、あ、おお、アバター、おお、ありがとうございます。かずみさんハート100個ありがとうございます。ネアレスさん50高いありがとうございます。今日はどこも出かけてないですよ。スーパーに行きました。え、スーパーとニコの散歩に行きました。え、ネイルさん、睡眠ネイルさん、姫ありがとうございます。今日はちょっとネイルをしたいので、今ちょっと爪の形を整えてるところから、さっきまでそうネイルオフしてて、ネイルオフしてて、今はちょっと爪の形を整えてます。なんか一本短いんだよな。こんばんは、たっちゃんハートありがとうございます。キュウリだよ、こんばんは。一本だけね、短いんだよね。ちょっと折れてしまって。あ、間違えた。爪切りで爪の形整えるのすごく苦手。明日まで仕事、おい、頑張ってください。最近の私の爪は結構ちょっとね、やばいやばい、ちょっと耐久性がないので爪切りで切ってます。爪やすりでやっちゃうとね、爪がね、うわーってなっちゃうんですよ。最近私の爪はちょっと弱っちいもので、こんばんは。私は深爪になるほど切らないですね。ネイルをしたい、そう、ちょっと長さのある爪でネイルをしたい人なので、 そんな爪は切らない。本当に形を整える程度ですね。人差し指むずいな、整えるの。お疲れ様です、こんばんは。お高い爪切り、あ、でもなんかずっと使ってる爪切りがあるんですよ。まあ、これなんですけど、これはめちゃめちゃ切りやすい。なんかむしろこれじゃないと切れないってぐらい、なんか切りにくいってぐらい、この爪切りはすごい切りやすい。慣れてるからっていうのもあるのかな。めちゃめちゃ切りやすいです。もうこの爪切りなら私爪すぐ切れる、自分のチャ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 っていきますってぐらい、この爪切りは超いいです。超いいというか使いやすい。足の爪切り私得意、大の得意よ。この爪切りだからかもしれないけど超得意。カモメライナーさん結婚してありがとうございます。足の爪は私特に何も考えない。もう足の爪は短く切る、とにかく、とにかく短く切る。足の爪は深爪にならないようにだね。深爪じゃない、巻き爪。足の爪はあんまこだわってないな。
とにかくギリギリまで切る急なパパさん完了しました、ありがとうございます。パパさん欲しい、ありがとうございます。もう足の爪は特にもうこだわりはなく、とにかく短く切っちゃうぜっていう、いけるとこまで短く切っちゃうよっていうぐらい、そんなぐらいです。こんばんは。でもこれからさ、夏サンダル履くことが増えるから足の爪もよく見えるわけですよね。足の爪を綺麗にね、ネイルしたりしようかな。ジェルネイルとは言わずネイルとかしたりしちゃいようかにゃん。パパさん ありがとうございます。小さい子の爪を切ることはないですねそんな機会がないですね。ニコの爪は切ったことない。なんかワンコさんってさ、爪切り嫌がるから爪切る人嫌うって言うじゃん。嫌われたくないからでもね、下手なところで嫌われに行くようなことはしたくないので、ニコの爪は切ったことないです。足ネイルするときはね、伸ばさないね。足はさ、靴とか履いたらさね、痛いってなっちゃうことがあるから、私は足の爪を伸ばさない。いつもギリギリまで切る。こんばんは。イーさんハート、ありがとうございます。確かに制服の目はさ、サンダル、あ、でもジッパーするときここ点もね見えるけどね、足が、足のなんだ爪、足の爪、そんな足の爪見ないよね。てかね、そもそもね、そんな足の爪足の爪だってなんないよね、ごめんなんそもそもなんないかけど、確かにここ点ってねないよね。リセットもさ、制服の目もあったじゃないですか。裸足のサンダル、裸足のサンダル、裸足で様。シュウさん、スズラン、ありがとうございます。カンさん、星、ありがとうございます。パパさん、ハート、ありがとうございます。新しいサンダル買う予定は、欲しいサンダルはある、欲しいサンダルはあります。ええ、もちろん。でも買うか悩んでる。そう、ネイルするための下準備で爪の形を整えてます。欲しいサンダルはありますよ。こんばんは。明日のパジャドラ、おー、楽しみましょう。こんばんは。あー、確かにこの世界をすればね、確かに確かに。爪切り大きいかな。でんこちらです。私が幼少期の頃から使ってる爪切りです。一番切りやすいです。どうしよう、私この爪切りなくなっちゃったら泣いちゃうかもしれない。もう爪切れない切るけどさ全然切るけど、ねえ、どうしようかなと思っちゃうよね。この爪に、爪切りが私の手元から消えてしまった時は、なんか自分が物心ついた時からずっとこれで切ってる。めっちゃ切れ味いい。いいか悪いかは分かんない、分かんない。私は切れ味いいと思ってるけど、そう、慣れもあるかもしれないからね、よくわかりませんが、すごく切れ味は良いと思っております。いや、家族みんな使ってる。
ね、自分専用だったらね、もう占領しちゃうぜって感じなんだけど、みんなで使ってますね。続き、ね、削る派になるしかならないね。切るのやめて削る派になるしかないね。そうなったら、こんばんは。ね、長持ちしてる爪切り。あー、でも私家族だったらそんな気になんないかも。私でも家族だったら割と意外と何でも気になんないかも。家族じゃなくても気になんないかも。今ちょっと爪の周りを丸みを作らせた。うん、お父さんでも、うん、何も気になん、何もじゃないけど、なんかそんなそこまで気にしないかも。爪夜切ると、あー言ってたね、そういえば。バリバリ夜切ってるけど。うん、他人でも平気ね。別に全然平気かな。ガチの知らない人は気になるけど、知ってる、なんだろうね、友達とかメンバーとか全然何も気にならないか。でもあるよね、なんか夜切ると良くないって。なんか一時期気にしてたから、小学生の頃気にしてたかも。でもね、大体お風呂上がりに切ることが多いからさ、なんか爪が柔らかくなってるから。本当に柔らかくなってるかわかんないけど、日中より爪にちょっと柔軟性があるんじゃないかなっていうことで、切りやすいんじゃないかなっていうことで夜切ることが多いです、最近は。でもなんか夜切ると良くないっていう噂はね、耳にしたことがある。あるよね、なんかピアノとかリコーダー口笛夜吹いちゃいけないとか。意外とね、なんか小学生の頃よく聞いた話ですね、それは。爪を夜切っちゃいけないのも、口笛を夜吹いちゃいけないの、小学生の頃よく聞いた。そうね、蛇が来るよとかね、いろいろあるよ。こんばんは。まあ今はそんな気にしません。今はあまり気にせず爪を切ってますし、口笛はもうそもそも吹かないですね、そんなに。そんな吹かないです。バッチさん、星ありがとうございます。あ、1165日ありがとう。ごめんニコ。ごめんねちょっとあの爪のお道具さんたちがぶっ飛んでしまった。ごめんねニコちゃん、遠くで吠えられてる。ごめんね、ニコちゃん。大きい音に反応されてる。よいしょ。1165日ありがとうございます。1165ありがとうございます。マサラキさん、花束ありがとうございます。パパさん、バラありがとうございます。シンジちゃんさん、花束ありがとうございます。ごめんね、ニグダン。びっくりさせてしまったね。
じゃあある程度形ができた気がするのでいいかな、これで。まあなんとかなるでしょう。ちょっと待って、あーイヤホンしてた、ごめんねごめんね。私のショルを見るとき音量低めがいいよ、絶対。今更だけど、何かしらやっちゃうから。ミコさんもいるし、かずみさん、花束ありがとうございます。アレクサが反応した、ごめんね、アレクサ、アレクサヤッホー、ヤッホーアレクサあるよね、シリとかもさ、いやシリって言ってないんだけどっていう時に反応することあるよね。昔ひじりで反応したもん、シリがうん、シリじゃなくてひじりって言ったんだけどなーと思いながら。あるある。そう、ヘイシリさん意外とね敏感ですよ。今ちょっと悟られないようにボソボソ喋ってるけどシリに悟られないように。よいしょ、下準備はできたのでないでしょうか。ペペ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 ペ、あ、やばい、やばくないな、もう何もやばくない。まあ、今日はちょっとね、キビのりとかまでネイルがしたい、ネイルをするぞー、おーという気持ちですね。あらあら、びっくり仰天。ちょっとお爪が伸びてきていたので、できるとこまでやりたいよね。まーちさん、ハート100個ありがとうございます。どんな風にするかはね、まだあんまり決めてない、あんまり考えてないよね。あれり、あれり、私の大切なウッドスティックさんがいないんだけど、ウッドスティックどこに行ったの。ポルトヘッドみたいなやつが、ウッドスティックちゃん、どこ、私の大切なウッドスティックちゃん、大切なウッドスティックちゃんはどこだい。いた、いた、私の大切なウッドスティックちゃん。キュリでこんばんは。明日の配信は夜ですね。まあまた時間が決まったらお知らせします。いたは私の大切なウッドスティックちゃんが、大事ですからね、ウッドスティックというものは非常に大切です。こんばんは。なんかさ、口笛吹いちゃダメとか言われるとさ、口笛吹きたくなるよねね、ダメって言われるとしたくないよね、人ってね。そんなもんで、
できないんだよね私。って眩しい人になっちゃう。なんか今の私でもできそうなデザインを探している。なんかやりたいなと思うネイルのデザインをねいっぱい保存してるんですよ。これかな。口笛はねあんまりね上手じゃないですね。なんかお友達とよく学校帰りに口笛をね吹く、口笛をよく吹いてたんですけど、なんか3人でよく帰ってたんですよ。3人で学校からねよく帰ってたんですけど、2人が上手すぎて途中から吹くのやめたよね。そうそう、3人で登下校してて2人がめっちゃ上手いんですよ。だから途中から聞き戦になったよね。もうであんまね口笛は吹かないですね。聞いてました口笛をよく。あー間違えちゃった。めっちゃ上手なの2人が。なんか16分音符ってタタ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 っていうのがあるんだけど、それを口笛でするのすごくない？このぐらいの速さでやるんだよ。タタ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 タってやるんだよ。すげえと思って心折れたよね。聞き戦になっちゃった。途中からだから口笛そんな高さあんまね口笛得意じゃなかったからね、そもそもがね、そもそもの段階でそんな口笛が得意じゃなかったので。ねすごいよね。私はすっげーって言いながらその友達たちの口笛を聞いてました。帰りながら。でも口笛もさ息を吸う派と息を吐く派がいるよね。音の出し方いない？私の周りにはねいたんですよ。息を吸って音を出す人と息を吐いて音を出す人がいたの。みんなはどっちだ？白派？私さ、かぼさんぎよね、音がひょろ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 な音しかならない。私の周りというか、私はね、ひょろひょろでいいならどっちも音出るよ。吐いても音出るし、吸っても音出る。ひょろひょろでいいならね。てか私の口笛はね、全体的にひょろひょろな音です。すっごいかぼす音。どっちもいける。おお一緒だ。そうだからね、そう どっちかだとね出ないっていうこともあるんですよ。私はか細い音ならどっちも出ます。どっちもか細い音しか出ないんだけど、あれって感じ。上手い人たちってどうやってんだろうね。それは本当に思う。なんかさね、すごいよね。口笛じゃないかのようにスムーズに吹くじゃん。あれすごいよね。でもなんかフルート吹いてる人って口笛が吹けなくなるらしいっていう噂もありますよ。私の友達めっちゃ上手だったんですけどね。なんでか忘れちゃったけど、フルート吹く人は口笛が吹けなくなるって聞いたことがあります。私の友達フルート吹いてて、フルートもうまかったし口笛もうまかったです。
カモメライナーさん、ありがとうございます。理由はね、忘れちゃった。うん、肝心なもの忘れたよね。理由はね、覚えてない。けど結構あるあるだった。あるあるというか、そうなんだよーっていう話をね、聞いたことがあります。こんばんは。ボイパすごいよね、ボイパすごい。めっちゃ私が小学校中学校の時に流行ったね。私全然できないけど、ブンブンみたいなの不発音みたいなのしかなんないって思うけど、すごいよ。ボイパする人もすごいよね。できないです。睡眠ネイルさん、ランプありがとうございます。それもすごい。ボイパもすごいし、あの口でさフィーってなる人もすごくない？あれなる人もすごいなと思う。あれはさ、どうやって音鳴らしてんの？そう、指笛だ。そう、指でピーっていうのは結構高音のさ、なんか人に聞こえやすい音が流れるじゃないですか。あれどうやって鳴らしてんだろうね。でもあれ鳴らせるとなんか楽しそうだなと思う指笛鳴らせる人楽しそうだなと思う。私はなんかノリノリなイメージ。ハイジの世界なのか。どうなんだ。あんま指笛できる人にね、出会ったことはない。なんかよ指笛は下を折ったのを指で、それであんな高い音が鳴るの？不思議だわ。巻き舌はね、ちょっとだけできるよ。ちょっとだけできる。でもなんか波があるの。なんか波に乗れたらできるんだけど、波に乗れないとできない。ルルってなる。乗ったらできる。乗らないとできない。なんかね、巻き舌のね、自分の中でなんかあるんですよ。っていう、そう、乗れたら巻き舌は結構長くできるけど、その乗れないと乗るまでが大変。なかなかね、乗れないんですよ。難しい。こんばんは。ララ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 、なんか練習した。一回なんかフルートを吹きながら、フルートを吹くときに巻き舌をするっていう指令があったんですよ、楽譜に。なんかそういう吹き方があるんですよ。フルートを巻き舌しながら吹くみたいな、そういうね、曲があった時にめっちゃ練習した。コーチの先生にまずラって言いましょうって言われて、どんどん早く言いましょうって言われてそれで練習した。そう、巻き舌しながらフルートを吹くっていうね、本当にそういう吹き方があるんですよ。なんか曲とかでたまにそういう指令があるの。巻き舌をしながらここを吹きなさいみたいな。その時に練習しました、巻き舌を。コーチの先生に、じゃあまずラって言いましょうって言われて、ラー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 って言ってどんどん早くしてくださいって言われてさあ、パチョダ行くのな、おやすみなさい。こんばんは。それでね、ちょっとだけできるようになった。ララ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 ラ
指パッチンはできません。あ、ちょっとでも鳴ってる、ちょっとだけ鳴りません。指パッチンは難しいですね。指パッチンできる人もすごいなと思います。かすかにね、なんか不発な、あんまなんかちゃんと鳴ってないような不発な音が聞こえるよね。ねえ、指パッチンも難しいなと思います。私は。お小指にぶつける、まあそうね、仕組みが分かんない。なんでさ小指がぶつかるの。しにいちゃった、欲しい、ありがとうございます、ね、まずどことどこが小指、何が小指にぶつかってるのっていうね、まずそこの疑問から始まります。私すみませんね、集中してますね、ちょっといい感じじゃん。ぶつかるね、どこがどこにどうぶつかるんだっていうね。ねえ難しい。あと指バッチンすると指が痛い。多分やり方間違えてるからなんだろうけど指が痛いです。ファンマークは知ってるよ。でも私はね、特にそんなね、ファンマークはこれですっていうのはあんま言ったことないけど、大体になんか私のことを好きな人はキュウリの絵文字をつけてくれてる。特にね、そう、そういうものだよね。なんかみんなの名前の後ろに絵文字をつけるよみたいなのがファンマークだったりね。あとなんかあるじゃん、ファンの人のお名前とか、そういうのはねあんまりね、指定はそう決めてはないね。そういうことがある存在は知ってるけど、そういうなんか、まあ、指定はしてないって感じ。いっぱいですね、好きなメンバーがさいる人とか大変そう。確かになんかさ HKT とかさ48グループってあの人数が多いからさ、ファンマークを考えましょうとかなるとさ、
かぶっちゃいけない、かぶれないからさ、そうかぶっちゃダメ。なんか大体ファンマークってその人っぽいやつじゃないですか。もうどんどん増えちゃう気がするの。もうさ、ね、HKT も10期生とかになった時さ、10期生のファンマーク3つありますとかね。大変なことになりそうだよね。最初はさ1文字1つの絵文字でさ成立するようになってくるけどさ、だんだんさ1文字の絵文字を使い切ってしまった時さね、2種類になりますとかね。大変だから、あんまなんかしてるイメージないかも。みんな5人グループとかね、少人数グループとかだったらさね、そのね、その5つはかぶらず頑張ろうみたいなのあるけどね。大人数のねグループだとね大変ですからね、そこのところが。あんまイメージないよね。塗りすぎた。何その絵文字、初めて見たんだけど、何それは、何の絵文字だそれ。なんかすごい担いでるみたいな絵文字。あれか。よいしょ。すごい、私のメガネがブルーライトに反応している。とりあえず今ベースが終わりました。真っ白結界の爪に、真っ白結界じゃないですね、透明なお爪になりました。私とりあえず気長にやってこうぜっていう、ちょっと塗りすぎちゃったかもしれないよね、テーペロっていう気持ちはあります。非常にやばい、変なとこにいる。まだまだそれジェルネイルは初心者ですね、難しい。毎度毎度難しいなと思いながらやっております。よし、 OK、 とりあえず救出完了。難しいよね。よし、とりあえずベースが終わったのでどうしよっかな。こんばんは。ねえ、もう。それも明日もね、朝早いですからね、昼公演ですからね。あんまりね、遅くまでやってられないですよ、私。じゃあなんで今日した？本当にそれは思ってる。うん。私なんかね、うん、やり始めてから思った。なんで今日私今日したんだろうって。あれ、明日朝早いよねっていう気持ちにはなりました。正直正直ね、自分に思った。うん、なんで私今日始めたんだろうっていう、なんかやってから気づくことってあるよね、やっぱ。
なんかさ、やってみなきゃ分かんないよねみたいなね、あると思う。やっぱ人間生きてたらね、本当に思った。あ、なんで私今日やってんだろうと思ってね。明日昼公演だよねと思って。そうでもね、やっぱね、やりたい時にやるっていうのも大事っちゃ大事。やりたい時にやる気持ちも大事だけどね、タイミングミスってるよね。でもやろうと思ったらね、やっちゃうタイプなんですよね。そのノリノリでやっちゃう、やりたくなっちゃう、やらないと気が済まないみたいなとこまではないけど、そうやりたいなと思ったらね、そのままやっちゃうんだよね。よくも悪く、そういうのがいい時もあると思うけど、そういうのが良くない時。非常に何とも言えませんが、多少ちょっと勢いで生きているようなところはございます。やっちゃうよね。こういうことをするから終わらないんです。はい。もう割とね、勢いでいっちゃうね。イエーイと思ったらそのままイエーイって進んでいっちゃうかも。部屋の片付けもね、そう、なんでもね、割とねノリノリで勢いでやっちゃうタイプ。でもまあね、いいですよ。爪が綺麗だとテンションが上がりますから、ね、とりあえず今ベースだけして、左手のベースだけして、今右手のベースに移っております。透明なね、やつをぬりぬりしております。 B 型の特徴、そう、でもさ、血液型って途中で変わっちゃうかもしれないんでしょ。私さ、生まれた時は右手じゃない B 型だって判定が出たんだけど、でもあれ大人になって変わっちゃう人もいるわけじゃんっていうのをね、この前、そう、なんか楽屋で話してたんですよ。楽屋で血液型の話になって、だからそう、最近は生まれた時に血液型を調べない人も多いっていう、そういう話になってね、楽屋で。あ、じゃあもしかしたら私今までずっと B って言ってるかもしれない、言ってるけど、そう、 B じゃない、なんかその生まれた時は親の血液がなんだろう、強いんだって、ピョンって。そう、だからなんか、かだからね、そう、それからどん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 さ、どん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 っていうのは聞いた。この前ね、楽屋で話してました。楽屋で血液型の話になった時に、そういう話を聞いた。まあ、もしかすると分かんないけど変わるかもしれないんだって、そのまあ親の血液の持ってる中でね、組み合わせ的に絶対ありえないとかあるけど、変わっちゃうこともあるんですって。にー
輸血するときも結局調べるじゃないですか、血液する前にある程度。へえ、うん、なんか組み合わせ以外のもあったりする。へえ、だからなんか生まれてすぐ検査しない人も多いよね。確かに HKT でも多いよね、不明っていうメンバー。こんばんは。どうだろう、私は何型だと思いますか？パッと見、パッと見、パッと見で決める。何型っぽいとかある？想像通りって感じなのかな。あ、 B 型っぽいんだ。ウィー、夜型、確かにそれはそう。 B 型の特徴なんだったかな。あんまなんかこれ毎回調べるたびに忘れるこういう話するたびに思い出せないんだよね、 B 型の特徴。でも B 型ってそうあんまね、いい言われ方しないんだよね、そういうさ特徴を言うときに。だいたいちょっとディスられてる B 型あるある、ちょっとディスられるフ明日の公演衣装、何を着てなんかね、ちょっと B 型ってそういうねあるよね、なんか特徴、その B 型の特徴なんか忘れちゃったけど、なんかねちょいディスられがちB 型あるあるとかねまあみんながみんなそうってわけじゃないしね、 B 型の中でもそういうそうじゃない人もいますよっていうのはね、もちろんなんですけど。なんか全体的に見てじゃない、あ B 型ってこういう人が多いなとかね、 A 型ってこういう人が多いなっていうね、だからこういう人が多いなっていうやつの特徴だからに当てはまらない人ももちろんいるね。それにプラス個人個人の性格もね入ってくるからね。ゴリラ B 型なの？一緒じゃんゴリラゴリラちゃん一緒じゃん、私と血液型。なんかそれ聞いたことあるかも、ゴリラ B 型なんか中学校の英語の教科書にあった気がする、ゴリラ枠、ゴリラ枠っていうかなんか今日なんかね滞在 1,2,3,4,5,6 みたいななんかいろいろその 1,2,3,4,5,6 によって学ぶ内容が違うみたいな、そういう教科書だったんだけど、なんかあったの、ゴリラについて書かれてる英語の、そうなんかだから
何週間かぐらいずっとなんかゴリラのね英語の文章を読んでたんだけど、あったあった、そう、その時に聞いたことあるかも、なんかゴリラはこういう性質でっていうのが英語で書いてあるんですよ、英語の教科書に。めっちゃテンション上がった、超楽しかったその英語の時間すっごい楽しかったよノリノリで授業受けてた。英語あんま分かんなかったけど、英語あんま得意じゃなかったからいつもさっぱりって感じだったんだけど、ゴリラの時はすごい楽しかった常にそうノリノリで授業受けたな。中2の時かな確か、ゴリラの、でもね意外とゴリラ短かったんだ、すぐ終わっちゃった。ゴリラのね英語の授業、なんか他は結構続いたりするんだけど、そうなんかゴリラはねすぐ終わっちゃった話が、もうちょっとしていいのにとか思いながら。種類なのねゴリラさん。そうなんかあったんで、本当にね教科書にゴリラについて載ってたんですよ、英語の教科書で。私の中学校の、中学校が中学校で使ってた英語の教科書、ゴリラについて載ってた。そうでもそう意外とねすぐ終わっちゃった。楽しかった英語の授業ね、楽しかったな。中学生の時楽しかった。大体なんか高校のさ授業ってさ、先生がさもうその教科についてめちゃめちゃさ、なんだっけ、もうなんていうの、知り尽くしてるからさ楽しいよね高校の授業も。でももうそうだと大学の方がもっと楽しいのかな。それのプロフェッショナルみたいな人たちがさ教えてくれるわけじゃん。そうなると大学の方がもっと魅力的。でも大学はもう行き過ぎちゃってる、自分たちのその知りたい方向に。どうなんだろう、高校ぐらいがちょうどいいのかね。だって高校とか大学ってね、もうそれについて学んできましたみたいな人たちが教えてくれるじゃん うん、それについて今も学んでるよみたいなさ人たちがさ私たちに教えてくれるわけだから楽しいよね、結構話聞いてると。そうなの、いいな、なんかどっかの大学に混ざりたいな。そっと授業聞いていきたい、怒られる、絶対良くない捕まるけども、捕まるけども、一回ねなんか体験授業とか行ってみて何がいいかな。一コマ90分、いやね、そう私も高校の時一コマ90分があったのなんかねびっくりするよね、なんかねあったんですよ。なんかめちゃめちゃ勉強ですしないといけない学校でしんどいよね、一コマ90分ってマジ途中で集中力切れるよね、何してるか分かんなくなるもんね、それがさ大学毎時間90分ってはね、もうね頭いかれちゃう気がするなんで高校でね90分1個やってるだけでも、え何の時間ってなったもん途中で。私たち今何してるんだろうっていう時間になりました。まあそうね、興味あることだけではないもんね、集中力なくなっちゃった90分受けてる時いつも。あと何分かなーとよく時計見てた
1+1=2半。どういうこと、どういうこと、え、なんか頭とち狂っちゃいそう。英語は当てら、あーなるほどね。でも90分は一つだったけど、その夏休みとか休み期間はなんか75分3時間とかだった。それでも嫌だったもん、なんで1時間超えるのっていう、そう気持ちを隠しながら、隠せてなかったけど隠しながら授業を受けてました。なんでだーとか思いながらね。その代わりね、3時間で学校が終わるんだけどね。なんで1時間超えてるんだ一コマがとか思いながら、そうブーブー思いながら受けてた。ブブブブって思いながら。しかもそれ夏休みだから A 国数しかないの。普通の授業とかだったらさ、いろんな教科をさ受けるじゃん一日に。でも夏休みとかの冬休みとか夏休みの期間だから、そう3時間 A 国数だから、たまに数学2時間ある日とか全然あったんだけど、へえって思いながら帰りたいよーって思いながら帰りたいよ家にーとか思いながら。でもその代わりになんだろう、3時間だからご飯食べずに帰れるんだけどね。3時間終わってホームルームしたら帰れるみたいな、そんな感じなんだけど、いいのか悪いのかって感じね。長いよね、1時間超える時点で長いよね授業ってね。そう1時間が超えると本当にもう長くて長くて仕方がなく感じてしまう。50分が一番いい。なんなら45分が一番いいけどね。正直な話するとね、45分が一番いい。うん、長時間集中はね。数学、数学はね高校生になった途端ちんぷんかんぷんになってしまいます。何を言ってるんだと思いながら、なんだなんだこの数学はとか思いながら ね。そう小学生を45分はたまにさ、中学とか高校でも45分の授業の日とかあった時、まあ本当に感覚点すごいもんね。すっごいテンション上がるもん、すぐ授業終わる45分の日。高校の数学はね苦手でした。苦手だなと思いながら授業を受けてた。こんばんは。確かにでも小学1年生が45分間椅子に座ってるのってすごいよね。だってちょっと前までさ幼稚園に通ってさ、幼稚園に行って遊んでお菓子を食べてお昼寝もしてっていう生活を送ってた子たちがさ、急にさ45分椅子に座るんだよ。すごいよね本当に。もっと褒めるべきだよね。あれウッドスティックどこ行った、私の。あったね。え先生もすごい、確かに先生もすごい。それでさ、だってさね、何もしなかったらさ、小学1年生のさ6歳とか7歳の子がさ椅子に45分も座ってられるわけないじゃん。でもそれを座るようにする先生もすごいよね。先生ももっと褒められるべきだよね。冷静に考えたらそうなんだよね。すごい話
話だよね。もっとね、うんね、ね、すごいですよっていうのね。すごいな、でも本当にすごい。ね、小学1年生を38人とかさ受け持ってる先生すごいよね、本当に。もうだって、ね、どんな動きをするか何をし始めるかね、正直わかんないじゃん。すごいな。ね、それがね、確かに小学生の先生って全教科教えられるのもすごいよね。確かにそれもすごいよ。すごいね、なんかみんなすごいね。ね、みんなすごい、もうみんなすごいわ。ちょくら38人。え、でもね結構いた。あ、でも小学1年生だと1クラス30人ぐらいか。30人ぐらいでめっちゃクラスがあったイメージ。よし、ベースが終わったね。みんながね先生を褒めましょう。すごいですわ、あなたたち本当にすごいですわ、なんでこんなにすごいのっていうのをみんなで言いましょう、先生に対して。明日ちょっと開封はごめんなさいね、明日しますね、明日の夜。ちょっと今手がベタベタベタ子さんなので。先生ギター弾いてた、いた、そういう先生、ギター弾く先生いた、いた、うちの学校にもいたわ。なんか多彩だよね、本当にいろんなことできるよね。ね、まだ終わってませんね、爪はベースしか終わってません。今から色をつけて、なんかデコってトップコートを塗るって感じです。小学生の頃私何してたかな、遊んでました。小学1年生の頃は毎日遊んでました。毎日毎日遊んでましたね。なんか同じクラスの仲いいお友達がいたんですよ、幼稚園の頃から仲良くって、親同士も仲いいお友達がいて、でなんかその子と帰り道が一緒だったんだけど、そう、でもその子の家に着いた途端私自分の家まで一人ぼっちになっちゃうっていう家だったの、家の場所がね。だから毎回その仲いいお友達の家にお母さんがいて、いつもその子とその子の家に帰ってました。ただいまーって言って、いつも自分家に帰らず、自分家に帰る前のそう友達の家にそうただいまーって言って帰って、そう友達とそのね、その子と同じクラスだったから宿題も全部一緒だから、そう一緒に宿題してお菓子食べて、なんか鬼ごっこしたりっていう毎日を過ごしてました、小学1年生。そういつもそう友達ん家に、そう仲いい友達ん家にただいまーっつって帰ってた。その目印が友達の家の庭にお母さんのチャリが止まってたらお母さんがいるっていう目印なんですよ。いつもそれで、でかほぼ毎日泊まってるんだけどね、お母さんのチャリが。その友達兄弟いた3人兄弟の一番上の子でしたね。だからそうみんなでわちゃわちゃ遊んでました。とお母さんがいるの、そうお母さんがいるから私もその子の家に帰るって感じ。ほぼ毎日そうしてました。じゃないとなんかその友達の家から結構長い距離私ずっと一人だったんですよ。
小学1年生ってちょっと帰る時間が早いから、そう1年生だけで帰るなった時に一人じゃ危ないっていうことで毎日のように友達ん家に帰ってました。ビーバーさん、ジージーありがとうございます。なんか幼稚園の頃も幼稚園バスがあるんですよね。幼稚園バスって大体止まっていく順番が決まってるんですよ。でなんか順番はまあいろいろ間に挟んでたんだけど、その、ね、よ毎日小学生の頃毎日家に、そう毎日帰ってた友達の家の降りる場所の次の次の次ぐらいが、そう私が降りる場所だったんですよ、幼稚園バス。でそう、まあ、私普通にね、あと私が降りるまで3つぐらいあるなみたいな、こうやって座ってるんですよ。で友達とバイバイって言うとしたら、なんか外にお母さんが立ってるの、私の私のお母さんが立ってるの。あれいるじゃん、あじゃあ私もここで降りるって言って、幼稚園生の頃よくやってた。先生も、私がよくお母さんがそこにいて、私がよく友達と同じところで降りるから、お母さんいるよって言われて、あ降りる降りる。仲良しだったから、親同士も仲良しだったからね、よくね遊んでたんですよ。そんな理由で幼稚園生の頃から入り浸ってました。こんばんは。お母さんがいるの、外見たらお母さんがね、友達のお母さんと一緒に立ってるんですよ。ってことは、あれ私もここで降りるっていう、よく降りて、で友達と遊んで夕方頃に家に帰るって感じ。懐かしい。小学生の頃はね、いつもそうやって遊んでましたね。でも鬼ごっこばっかりしてたかも。そのお友達の家の庭で鬼ごっこをひたすらしてました。毎日のように鬼ごっこしてたかも。そうね、毎日のように鬼ごっこをして走り回っておりました。あらあらあら、落としちゃった。二人で、兄弟がいたから、そのお友達には、そう、その兄弟の子たちと鬼ごっこして毎日遊んでおりました。あ、名を教えてください、ありがとうございます。全然終わらなかったんですけど、まあ綺麗に塗れたらお見せしますね。綺麗に塗れるといいな。ルンルン。では13位からランキングを見ます。幼稚園の頃もね、結構幼稚園の頃の話も結構覚えてる、何してたかとか結構記憶残ってます。13位はるみさん、ありがとうございます。12位タダタンタンさん、ありがとうございます。11位ネアールスさん、ありがとうございます。10位ななみんちゃん、ありがとうございます。9位青いたぬきさん、ありがとうございます。8位いいいさん、ありがとうございます。7位しんじいちゃんさん、ありがとうございます。6位たっちゃん、ありがとうございます。5位バウチさん、ありがとうございます。4位ゴーちゃん、ありがとうございます。3位パパさん、ありがとうございます。2位スイミンネルさん、ありがとうございます。1位かずみさん、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり、聞いてくださりありがとうございました。皆さんゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。また明日。